開放。無双如来開放。アウトドアヒューマン。これじゃあまるで巨大怪獣バトルだ。盛り上がってきたね。何としてもここで食い止めねば。奥のトップ。豪華者のトップ。こっち忘れんなよ。解放とは、人間の精神に宿っている魔獣を魔力によって具現化させる、この世に召喚し解き放つことである。誰しもが魔獣を宿しており、宿主の魔力総量、肉体の強度により魔獣は形作られ、魔力を開け放つことで召喚でき、故にこれを解放と呼ぶ。魔獣を気にしつつ、こっちも見なきゃいけねえ。不可思議の突起。罪だな。お前の実力は一味も二味も違った。もうお前は解放できねえ。腕がねえと如来が出せねえとでも。ガジーバ、逃げろ。願いとは精神の鼓動。ん？無双如来、無量大数の時とは。敵の背後より現れし如来が、敬愛の精神で対象を優しく包み込み、スタンドアの全魔力と
如来自身の命を引き換えに解き放つ移動の光線である。スタンドアの全魔力を込めた無量対数の時はボルケイノにとどめを刺し、勝負は決まったかに見えた。それはほんの少しの誤算。ボルケイノの約半分の魔力を使い具現化したアウトドアヒューマンは瀕死の主の体へ戻っていく。すなわち半分の体力回復である。あぶねー、今のはさすがに死ぬかと思ったぜ。もうお前に魔力はない。お前を取り込むことで無双如来は俺の中で生き続ける。ボルケーノ。すでに敗北し死にかけているはずのスタンドアにボルケーノは畏怖の念を抱いていた。こいつは一体。その姿は人の悪意そのものであった。この時ボルケイノは初めて恐怖という感情を抱く。